やめろ天津飯、それ以上気候砲を撃つな。だからやめろ天津飯、頼むから気候砲で地面に F カップって刻むのをやめろ。ていうかお前むっつりだったんだな。全然そんな素振り見せねえから、そういうの興味ねえと思ってたぞ。しかも巨乳好きだったとは。まあ俺も男だ。お前の気持ちが全くわかんねえわけじゃねえ。とにかくチャンズも心配してる。だから気候砲撃つのはやめろ。ていうか気候砲をそんなことで使うのはやめろ。天さん、お願いだから気候砲撃つのはやめて。これ以上撃ったらもう天さんのこと尊敬できないよ。わかった。そんなに溜まってるなら意味もねえけど、俺が父に頼んで揉ましてやるよ。父の父よな。ほんとか、孫。なんかもう完全に失望しました。さよなら天さん。やめろ天津飯、これ以上気候砲撃ったら死んじめえぞ。っていうか社会的に死んじめえぞ。だからやめろ天津飯、頼むから気候砲で地面を女性のあそこのマークに削るのをやめてくれ。これ子供向けのアニメだぞ。そんなことしたら親からの苦情で終わっちめえ。そんなに溜まってるなら俺がサタンに頼んでお前らと紹介してやるから、そんな事故はやめろ。天さん、お願いだからしこって。犬が浮気をするって言ってたけど、犬は実人だからそんなの無理だよ。やめろ、天津飯。頼むからやめてくれ、天津飯。頼むから。しこってる方を連続で発射するのやめてくれ。今回の撮影で来るはずだった他のシルダイン99人が風邪をひいて休んだからって、そいつらの分まで一人で出すなんてさすがに無茶すぎる。それ以上出したら聖魂突き当てて信じねえぞ。もうそれ以上発射しないで天さん。さすがにハニーは絶倫だけど、いくらなんでも100発は無理だよ。嫌に決まってんだろう。そんなくだらねえことで死のうとしてる奴にあげるセンズはねえ。一発芸でモノマネをするぜ。はぁ？ポケモンの怪力。天津飯、てめえ何やってんだ。次それやったらマジぶっ殺すぞ。